ウタパン。これあれじゃない？南インドのピザとかって書かれそうですね。このさあ、お店の店主さんの人柄とかも含めて気に入るとそこにずっと通い詰める、性分なんですが、今日はですね、朝ごはんに何今日おすすめって聞いたらウタパンということで、これはですねベジタブルチーズウタパンですね。なんかチーズ系が良かったんで、ただ僕はあの卵は前も言ったんですけど基本的には食べないので、ではベジウタパンということで、ベジタブルウタパム120ルーティーグラスっていうのを頼んでみました。ウタパムにチーズが乗っているという感じですね。で、もう南インド、これも毎回これですけど、サンバルとココナッツアトリーは乗ってます。まあ、なんだろう、多分これあれじゃない、南インドのピザとかって書かれそうですね、この見た目だと。さあ食べてみましょう。ちょっと手で食べるとボロボロになるので、今日はじゃあこれ少し綺麗に食べてみましょうか。あのですね、どうやって食べよう。逆に南インドのピザあるいはパンケーキなんていうふうに言われるかもしれませんね。やっぱり手がいいな。ですね、どうですか。あのベースとしてはですね、やっぱり米です。ここね、米粉です。米の北インドでいうとカナタラね、南インドは米で作るウタパン。これはもう、これもやっぱり南インドの方は朝食メニューですけど、あんまりお家で作ってるの僕はずっと滞在したことのあるうちで、朝にてかウタパンも作ってるの見たことないね。レストラン外での定番メニュー、まあ、イドリーもあれなんですよ。あんまりお家で作ってるの見たことないですね。外で見ますけど、お家ではあまりイドリーは作らないでしょ。でだからストリートメニューですかね。あのイメージとしては、あの動作の皮とあの一緒です。あのあれも米粉ですから、ただこっちの方が厚みがあって、パンケーキ的な、米粉のパンケーキ的な、プレーンでもまあ十分美味しいでしょうね。あのこっちを作ればね。だからプレーンウタパムと頼んでもこれはついてきますから、それで食べると、ストリートで食べると多分、20ルーピーとか30ルーピーぐらいなんじゃないでしょうか。うん。動作よりも食べやすいかもしれませんね。逆に。動作は米の粉のクレープ状のもので、要はくるむと、それが動作で、ウタパムは、ほぼ使う材料は一緒で、一緒に何チヂミとかお好み焼き的に中に混ぜてから焼いたものっていうイメージで、あのトータル的なトータルの味はですねほぼ一緒。あ、ただし、まあ、食感がこっちの方が厚めだから、なんか食べ応えがあるっていうかっていう感じですかね。はい、あの僕本当いつもこっちしか食べないですけど、こっちが好きなんです。こっちも美味しいんですけど、こっちが好きということです。南インド料理のウタパムでした。で、ね、ウタパムはあのインド旅行を、北インド旅行しててもタリーラムスとか、あの、まあ、僕の前の動画、クルリープさん、ガイドのクルリープさんと一緒に行ったあのパニプリがお店の中でも食べるようなところ、あそこにもありました。なんで北インド旅行してても、あのスイーツ兼、スナックフードを売っているハリラムスとか、あともう一個生地と忘れちゃったとかチェーン店があるんですけど、そこに行くとウタパムは、ウタパム、ドーサ、イドリーあたりは北インドでも食べれると思います。もちろんあの南インド料理を出しているインド料理レストランとかもありますから、ガイドブックもいいんですけど、あのゾマトっていうアプリを使って、検索、要はゾマト食べログですね、インド版ので、探してみたら、南インドも北インド料理で、南インド料理も北インドで食べれることができるんじゃないでしょうか。ウタパム、なんて言ったらいいんだろうね。チーズの、これはもうチーズ乗っけちゃったかな、ピザ的な感じ。ピザ乗ってなければパンケーキ的な感じみたいな感じです。
いやー、それだけです。